暴力ぐらいかですね。すごいな。かわいそうですね。何回殴られた？6回ぐらい。うわ、かわいそう。結局何か言ったら自分がやられちゃうってことは言えないし、なんとか頑張ってとどまってくれて、はい、いい会社探しますよっていう。山口県のとある場所、はい、から、はい、連れてきました。で、はい、彼が何でした？作業中にちょっと、きつく叱られたり、ちょっと暴力もあって、暴力ぐらいかですね。すごいな。かわいそうですね。山口県のとある場所で、何の会社に配属されたの？トビ、はい、トビです。あるんだね、やっぱそれ。はい、あります。はい、で、その何、相手はもう辞めるってちょっと飛んできた。逃げてきた。ちゃんと円満に、ね、向こうはその暴力事件を認めとる。そうですね、指導もしてくれたけど、結局ね、一回やられたりとかすると彼も一緒にね、仕事したくないし、改善は少しはしたみたいですけど、全然自分のところの会社の関係じゃなくて、違うところはたまたま情報が来て、そうですね、情報提供があって、助けてあげてもらえませんか、助けてあげてくださいと、はい、で話を聞いて、なんとか、なりそうだったので組合さんの方にも連絡をして、で、福井の企業が今から福井まで行くんだ、はい、2時間ぐらいかかる、はい、うち の, 受け入れてくださってる企業さん、特定技能を受け入れてもらってるんですけど、福井県の敦賀の会社に、今からここからまた敦賀に連れてくるんだけど、受け入れ先、そこはもう今もともと取引がある、七色で特定技能は七色パートナーズの取引がある、はい、特定技能入れてもらってます。あ、何歳なの？23。もう分かんねえ。飛びで何日を殴られる？何回殴られた？6回ぐらい。うわ、かわいそう。どうやってなの？やめてみて。ちょっと私のグーで、材料とかね、道具、600手すりとかね、手すり叩くでしょ。ああ、大体ほんとピケ足場だって、うちの塗り替え道場の足場班と同じような業態の足場屋さんで、実際に6回7回は暴力行為があったということでね、この子だけの話なんでそれは分からんけど、で相手の会社さんはちょっと伏せて、話はついて、別になんか飛んできて逃げてきたとか、そういうことすらできないもんね、この子たちはね。逃げたらもう即国に返されちゃうから。いや、本当は逃げたいって相談があったんですけど、友達の方にね、でも逃げてしまうと、もう日本でね、何年かしたら、弱者だよね。そうですよ、帰らないといけないと。結局、何か言ったら自分がやられちゃうって思えば言えないし、なんとか頑張ってとどまってくれて、我慢して、いい会社探しますよっていう。その誰が叩くの？社長？社長はいい人だよね。何人スタッフ何人会社？4人だから、ちっちゃい会社だ。社長を含めて3人ぐらいの会社で、向かいに行ってるとこも結構田舎なので、何人叩いてきたの？3人です。3人とも？3人も。あ、じゃあもう全員じゃん、社長以外。組合の方はすごくいい方でしたけど、ナイルパートナーズみたいな管理してくれてる会社があって、でもそこの管理してる組合も組合やね。まあ、ったわけでしょ。正直ね、もうちょっと会社を見極めて入れないといけないなと思いますよね。でも、もともと彼が採用された一番初めの会社は潰れたんです。それで、その潰れちゃった代わりの会社で暴力を受けてっていうので、だから今回3社目なんですよね、実際は。はい、コロナの間に業績不振で潰れちゃって。あ、そう、元々ね。元々の、彼を採用した。日本って何年だっけ？いや、まだ数ヶ月。数ヶ月？はい。本当。じゃあもう本当すぐ会社入ったらすぐ始まったんだ、そういう暴力行為は。そうです、初めから。来られるのは分かるんだけど、仕事がね。はい。殴られるとは違うよね。じゃあそれ現場のね、命かかるような仕事なので、大きい声出すのは分かるんですけど。そうですね。その企業自体はその実習生初めて受け入れたから、何人もいるのか。あったみたいですけど。あ、でもこの子今一人だけ。彼ともう一人一緒に入って。その子は殴られてないの？同じ状態ですね。今もその子は残る？いや、他の会社探してます。あ、そういうこと。で、今はまだおるんだ。はい、とりあえず、ね、今じゃあ俺らがあとは福井連れてって、ってことですね。はい、福井国際交流センターです。交流センター、じゃあちょっと行ってみましょうか。はい、ここが福井理事がある。そうです、副理事長さんの運営されているセンターです。ここは要は実習生が入って、入国してき
入国してきて1ヶ月の慣らし教育を。あ、1ヶ月の慣らし教育、はい、大きいな。大きいですね。こんにちは、お久しぶりです。 YouTube 大丈夫ですか？いいですよ。いいですか？おいくつですか？若い方だな。とりあえず LINE 教えてください。LINE だけ、LINE だけ来てたら。こっち授業するとこです。ああ、本当だ。あ、勉強させちゃうの。結構本格的ですね。こんにちは。元気ですか？元気ですか？面白い。おお、一ヶ月間は絶対これやんなくて、法律で決まってる。ここに自転車はあります。でもこの友達が気づいていません。見ていません。そしたらこの友達が、はい、一番見ませんよ。今危ないですよ。これ一ヶ月道。そうです。今はベトナムの子と、あとカンボジアの子と、中国の子が今はいます。はい。ナイルパートの副理事やってくれた。副理事長です。副理事長。俺が一番あるんです。やっと私です。はい、理事長です。理事長です。はい、理事やってもらえない？理事長。理事長。でもすごい立派っすね、これは。名古屋じゃこんなところないっすね。部屋も見さしてもらえるんですか？あ、どうぞどうぞ。はい。こんなところ1ヶ月。うん、でも、こんだけのとこないでしょ。ない、うん、なかなかね、はい、LINE 聞きました。あ、俺聞いてきました。ここ厨房です。これ自分たちで料理させる。そうです。それも授業なんで。あ、自分たちご飯も作らして。ゴミの分別とかもね。おお、まあ、これはいいわ。カリキュラムとかも他の公衆施設ではないところがね、うん、朝の6時に起こして、うん、ジョギングとかラジオ体操とか体力作りさせてるんですよ、うんうん、体内時計をね日本の時間に合わせてもらうように、うん、本当に規律正しく生活させてます、体力もやっぱり ある程度1ヶ月でちょっとつけて。それって大きいですよね。あとこれ特別教育も受けれるんですか？これ、はい、これはいいわ。ここでも全部それも教えてくれるわけですか？そうです。土日の空いた時間で希望者とか起業される企業さんがあれば、はい、土日でこういった特別教育も。あ、ということは、はい、期間も伸びないですか？そうですね。1ヶ月の期間の間に土日で、はいはい、それは法律的に大丈夫なんですか？あ、1ヶ月の講習期間だけではやっぱちょっと足りないので 2,3 日ちょっと伸びることもあるんですか？伸ばしてもらうこともあります。日曜日だけ土日だけじゃなくて、はい、まあ、それは会社さんでもいいもんね。行ったり来たりしてるよりは。これは企業さんもこう YouTube みたいな人が、はい、あ、資格も取れるで、あっち使ってくれんって声をかけると、うちは3割ぐらいもらえるのかな。あんまいいとこばっか使うと全部カットだなこれ。の実習生の1日じゃないですけど。あ、これ書いてあるか、はい、これが専務理事が決めた。体力も朝につけるっていうのも。うちの職員はだから朝6時に起こして。マジですか？寝泊まりでやってるんですか？あ、2人あの常駐で寝泊まりしてますんで、2人は。先生は？先生に興味があるんですけどね。先生先生はいないの？寝泊まりだったら俺も泊まってこうかな。俺も1ヶ月泊まりじゃん。やめとけ。俺も1ヶ月ベトナム語、日本語を覚え直さなきゃ。じゃあ日本語を覚え直さなきゃ。日本語を勉強し直します。1ヶ月か。いいですか？どうぞ。どうぞ。どうぞ。どこでもいいです。6時に起きて、うん、でその後ここ部屋掃除して運動です。あ、ここで、はい、あ、朝の運動って、はい、30分間、はい、あ、これはいいな、うん、ちょっとみんなに声かけさせてもらっていいですか？いいですよ、どうぞ。帰こうか。いや、まだまだ。こんにちは。あ、こんにちは、社長って言って。え、これ先生？生徒？生徒ですね。生徒？名前は何ですか？ロターラさんだ。ロターラさん。はい、ロターラさん。あと？キムスリヤンさんで、キムスリヤンさん、キムスリヤンさん、はい、あ、さんっていうの名前？何々さん、何々さん、小林さんのさん、自分のことはさん言わなくて大丈夫よ。日本語勉強中。お、な、何歳ですか？40歳です。40歳？はい。40歳あなた？はい。もう、俺いけるけどな。じゃあ、いけるいけないじゃないからっ、ね、て。いけるいけないじゃないですか。何歳？私、35歳。35歳。はい。ここのセンター、どうですか？気持ちいい？気
持ちいい気持ちいい。主に勉強した方がいいです。気持ちいい。気持ちいいわ。ここ気持ちいい。はい、楽しいですか。楽しいですか。はい、楽しいです。あ、ここ、はい、ここ楽しいです。何日目ですか、今何日いるここ。いつ日本へ来ましたか。 How long time。 あの英語わからない。わかんない、ね。うん、俺英語しか喋れないから。10日くらいですね。10日間、はい。でも日本語は向こうでも勉強してきてるんですよね。こんだけ俺の、ね、なんかまあ冗談でも言ってることが分かるってことは。国の送り出しによって違いますね。いろんな送り出し機関があって、あ、その送り出し機関がどれだけ一生懸命教えてるっていうのは、ここに来ると我々は分かります。あ、全然違うんですね、はい。もう一人ぐらい聞きましょう。じゃあ男性聞いていいですか。こんにちは。先生でしょ。はい。何歳ですか。あ、いや、座ってください、座ってください、座って、座って。あ、はい、あ、今年29歳です。29歳、仕事何しますか、日本で。片枠。あ、片枠大工だ。おー、はい、私はトビよ、トビ職、足場。あなたはトビ。まさか。あなたは片枠。法政ですね。法政だ、はい。何歳。33歳。赤ちゃんじゃん。彼氏と彼女。いいえ。恋人。友達。友達、一緒の国。はい、どこから来た。ベトナムです。あ、ベトナム。はい、ベトナム人。はい、ベトナム。カンボジア。友達、はい、ここで、ここで。あ、ここで友達、はい、恋人。違うってしつこいな。恋人わかる。恋人わかるの。はい、わかりました。ガールフレン。ガールフレンの友達か。気持ちいい。気持ちいいじゃなくて楽しいな。、はい、こういう日本語教えるのは得意よ。はい、もう1ヶ月くらい講習、俺が教えた方がいいんじゃん。気持ちいい、あの日本人との付き合い方。どうなんかと思ったら現場で気持ちいい。結婚は。はい、結婚しています。してる。はい、ベトナムにいる。はい、ベトナム。あ、大変だね、はい。結婚6000人。独身、はい。あ、じゃあいい男捕まえて。はい。日本人はダメですか。好き、嫌い、好き、好き、はい、オッケー、私も好きよ。何日目。あの、来たばかりです。10日間くらいです。10日間。はい、これでやっぱ、でも日本語レベル高いよね。はい、うちの実習生結構すごいもん、ね、喋れる方だよ。うちの実習生より喋れる、下手したら。うん、結構しっかり教えとんだと思うよ。すごい立派っすね。あ、お風呂も見てみたいですね。女の子と一緒に入れるんですか。混浴しよう。こうやってこれは立派やわ。あ、国別で時間決めて、はい、あ、なるほど、そうか。あー、おー、すごいわ、これ本当に温泉だな。自主性って、あの、うん、湯船に作らないので、はい、そういう習慣がないんで、はい、ここもともと湯船だったんですけど、はい、床張って、で、洗濯機をたくさん置いて、あ、そういうことだ、まあ、洗濯場に変えたっていう。ね、日本人しか入んないですか。中国人とかカンボジアも入んない。入んないです。もしみんなこうシャワーですね。ああ、そういう仕切りもちゃんとつけて、はい、でもちょっと寒いんじゃないですか。そう思うんですけどね。でも、あの、減っちゃうんですか。 いらないみたいです。はあ、さっきのシャワーだけじゃなくて、うん、コロナの隔離の時用にシャワールームもね、入れてもらったんですよ、ね。あ、マジですか。はい、これ何人部屋ですか。4人。ああ、こうやってやってるんだ、まあ、隔離できるようにシャワールームをつけたんですよ。全部に。 トイレはもともとこういう感じでついてたんですけど。あ、これ各部屋についてんだ、はい、めちゃくちゃいいじゃないですか。で、まあ、あの、もしものこっちの隔離できるように、うん、こっち半分だけは空いたユニットシャワー使えるようにして。そういうことですか。はい、あ、これがもう使ってない、はい、4人、6人部屋ですか。まあ、マックス6人入って、6人ですね。はい、全部屋こうやってエアコンあるんで、はい、パソコン持ってるの、はい、何かするんですか。でパソコンとかも、もし隔離で授業をもし下で受けられないってなった時、はい、このパソコン使って、あ、あの、遠隔でやってたんですね。すごいな、これはでも立派だわ、はい。でも結構人数いないとその駅大変なんじゃないですか。今でちょうどトントンぐらい。トントンぐらいですか、はい。そうですね、この熱意だなんだって。視聴者の皆さん、こんな綺麗なお姉さんがセットでついてきますんで、セットで LINE は交換自由。この間の責任者が若くないでやめてください。セブリジが怒ってもらいます。怒ってないよ。年のことは聞かないでほしいな。人数が増えるとこっちとこっちで、あの、日本語レベルをテストして分けて、
分かれて授業してます。ちょっとレベルが高い子を、ね、ちょっとレベルが低い子はちょっと少人数で。そういうことですね。2年生の子はレベル高いので。何年生高いですか。高いですよ、ね、今年入れた子はみんなすごい上手ですよ。これなら宮間の子とかもね。あれでもまあ何年もでしょうね。いないですよ、あの子3ヶ月4ヶ月、あれで。あ、そうですよ、視聴者皆さん4ヶ月、はい、よくとして今アピールしてるから。七色パートナーズから入れると日本語のレベルはもうこの学校のさっきのレベルよりもはるかに高いぞ。高いです。七色パートナーズから実習生入れるしかなくなりました、視聴者皆さん。そうです、はい、なくなりました、皆さん。はい、じゃあ、まあ、もうあの子たち帰ってくるんですか。今ちょっとあのさっきのね問題の実習生ね、はい、暴力事件を受けたが、はい、まあ、今書類とかの申請で今ちょっとしてます ね。無事に送り届けて。だけど本当にまだあるんですね、こういうことが。あの子もそんな悪い子じゃなさそうだよね、はい、ね、優しそうな、うん、ちょっとおとなしそうかなと思ったけど、それで余計やられちゃうかな。完璧でいきなりね、見て覚えろっていう人気なんですよね。だけど次に殴られるって言ったよ。これは痛いね。まないですね、逃げ込むとこがないんですもんね。まあ、言い方悪いけど。かわいそう。まあ、そうだよね。まあ、そうなりますよね。これはやっぱその、あの SOS 出したその中間に入ってるとかね、いろいろおるから。会社名とかで本当出したいぐらいだけど、その間でいろんな人が動いてくれて、こうやってそこを引き受けてくれた人たちが多い中で、社名とか言っちゃうと、その動いてくれた人たちが嫌な思いをすることもあるので、なかなかね、社名は出せないけど、逆にこういう視聴者でうちの会社こういうのあるわとかだったら逆に言ってほしいね。そうですね。まあ俺はこういう言い方すると失礼かもしれんけど、メイチューモネタにもいい意味でなるしさ、悪い意味でもこういうもんが減ってった方が建設業にとってはいいからさ。まあでもとにかく良かったね、今日一日、うん、はい、じゃあ視聴者の皆さん、またこういう問題がなかなかオラもその動画にするとこまではたまたままで撮っていいよっていう、まあ、本人が言ってくれたし、ね、まあ、その何かあったら声かけてくださいじゃないけど、言わないとね、自分がね辛いだけだしね。そうそう、せっかく日本に来てね、辛い思いしてそうそう、ただ実習生で YouTube 見てないから、うちのチャンネルもだって日本語だから、まあ見てないじゃん。だから周りによる日本人が気づいて行ってくれればね、いいんじゃないでしょうか。じゃあ皆さん、ちょっとこんな動画の後であれですけど、足場の次第買い取りと、まあそれこそここね、実習生相談、ナイルパートナーズ、美人先生ですよね。美人先生、個別ね、結構 YouTube からの相談もあるんですよね。ただあの建設のチョコを持ってないのとはいかんよってことですね。やってるんですか。はい、結構あの話も来てますし、希望してる人材もたくさんいますんで。あ、要はストックがあるってことですね、はい、どっかの会社行きたいって言ってるけど、はい、受け入れ先がないとか、はい、そういう情報があったら、はい、まあ、逆に組合とかそういうところから横つながり欲しいっていうふうに連絡でもいいですか。そうですね、はい、定義のこういう情報がいいとか、ぜひぜひ、はい、ありがたいです。飲食とかあの他の業種もやってるんですよね、こちら。はい、できます。工場系とか、はい、いろいろそういうのも対応してますってことなので、はい、ぜひ声かけてください。さあ飯行こう。いやー、噛んだー。誰かいる。あ、新しい実習生の小林さんです。新しい実習生の。何するの今。あれ3人ですね。3人、はい、いつもね、ここね、キッチンは綺麗にしてるんですよ。あ、ほんとですね、うん、流しすごい綺麗ね、そう、いつもこれ綺麗にしてますね。すいません、ありがとうございます。ちゃんとこうやってご飯作って、ご飯あ、大丈夫だ。おー、ありがとう先輩たち、よろしくお願いします。はい、あのここはみんなイケメンなので。ね、みんな男前。うん、先輩さんで、ね、男前。内容は知ってる、はい、内容は、はい、なんで来たって。うん、知ってます。ね、本当男前だね。かっこいいよ。
かっこいい、かっこいい、かっこいい、遊んどるな、これ遊んどるな、彼女を連れ込む、日本人の女の子、ジャスティン・ビーバーみたいな、あ、ほんとだ、ね、おい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 、いや、これ日本人相当大手、ドルっぽくないもんねえ、なんかその韓国グループみたいなね、ねえ、ここもイケメンだしね、まあ言うてねえ、この中入れる、イケメンの中入れる、自分しちゃうちゃん、ベトナム語でいいよ、ちゃんとね、まずお世話になりますね、いろいろあったでね、聞いてるでしょ、内容はね、ちゃんと挨拶して、帰るね、ベトナム、明日、ベトナム語で、明日帰るの、明日帰る、あ、帰るの、一度も帰国してないんですよ、別に先生3年終わってコロナで帰れなくて、特定技能がもうやってんだ、はい、今特定技能だからもう長い、3年、3年の後すぐ特定技能したの、そうです、みんな何年、日本4年目です、4年目、はい、おー、しっかりしとるじゃん、僕もいっぱい、あ、一緒、4年目、はい、日本、楽しい、楽しい、一応やっとる、女の子、俺です、こっちにも、ベトナムにも両方こっちにえ、こっちにいるだって日本人、日本人がおるよ、みんな、うちの人生ですよ、みんな女の子、遊びに来てたよ、はい、日本人、ベトナム人だし、みんな結構おるんだよね、それこそ名古屋も港もやっぱ実習生で来てる女の子も多いから、またいろいろ、はい、楽しさを教えてあげたってよ、怪我してね、殴られて、日本人に殴られて、日本人ね、かわいい、私が殴ったんじゃないの、すごいよな、ねえ、身長高くてね、頑張ってください、じゃあ、はい、よろしくお願いします、はい、